その時に人々からのあざけりと罵りのただ中で、イエス・キリストの口から出た言葉は全て愛の言葉でありました。皆さんこんにちは、松本明弘です。いよいよ今年の受難日が近づいてきました。英語ではグッドフライデーと言いますけれども、イエス様はこの金曜日の午前9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取られました。その6時間の間に、あの十字架の上で合計7つの言葉を残されたんですね。誰かが死ぬ間際に残した言葉、それは長く記憶されると思います。ましてやイエス・キリストが残された言葉はなおさら学ぶに値するものであると思います。この7つの言葉は、前半の3時間に語られた3つと後半の3時間に語られた4つとに分けられます。今日は前半の3つの言葉を学んでいきたいと思います。十字架上の第一の言葉が書かれているのはルカの福音書だけです。その23章32節から読んでいきたいと思います。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。あの日十字架につけられたのはイエス・キリストだけではなかったんですね。本物の犯罪人も十字架につけられた。おそらくこの2人は本来バラバと一緒につけられるはずの者たちであったと思います。本当はこの日立てられる3本の十字架の真ん中につけられるべきはバラバだったわけですね。33節、ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、一人は左に十字架につけた。エルサレムにドクロと呼ばれている場所がありました。頭蓋骨という言葉ですね。これをアラム語でゴルゴタと言います。そしてラテン語にするとカルバリと言うんですね。どうして頭蓋骨と呼ばれたのか。それは死刑場でありましたから、そこに頭蓋骨が転がっていたからだと思います。それは門を出てすぐのところでした。人通りの多い場所でありました。この十字架というのは見せしめの刑ですから、なるべく多くの人に見せて、ローマ帝国に逆らうとこういうことになるんだぞという脅しのためにも行われたわけですね。あの金曜日に、あのゴルゴダの丘に3本の十字架が立ちました。十字架というのはご存知かと思いますけれども、人類史上考えられた中で最も残酷な刑罰ですね。普通死刑というと命をもって罪を償うわけですから、なるべく簡単に死ねる方法を考えるわけですが、この十字架はなるべく長く生かして苦しめることによって死に至らしめるという、なんと恐ろしい方法を考えたことだろうかと思います。まず刑場について、その犯罪者を十字架上に寝かせて、そして右手と左手の手首に太い釘を1本ずつ打ち込み、足は重ねて1本打ち込み、たった3本の太い釘を持って全体重を支える、そしてそのまま死に至らしめるという方法、普通は1週間から10日かけて発狂しながら死んでいくという方法でありました。この十字架に釘付けられ、そしてそれをロープで引っ張って穴が掘られているんですが、その穴に十字架がドンと立った時の痛み、苦しみ、それは計り知れないものであったと思います。いっそのこと意識を失ってしまえばいいんですが、あまりの痛みに意識を失うこともできない。そこでは断末魔の叫び、そして呪いの叫び声が響き渡ったことと思います。ではイエス様の口からはどのような言葉が出てきたのでしょうか。34節、その時イエスはこう言われた。
父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。イエス様の口から出た最初の言葉、それは驚くべきことに祈りでありました。父よと、彼らを許してあげてくださいと、自分を十字架につけた者たちの許しを求める祈りであったわけですね。彼らとは誰でしょうか。自分が今神の子を十字架につけるという恐ろしいことをしているということに全然気づかずに、言われるままに行っていたローマ兵をはじめとして、このキリストを十字架に至らしめた者たち一人一人のための許しの祈りをしてくださった。そこには広い意味で私たちも含まれているわけですね。私たちのことをも許してくださいとイエス・キリストは父なる神に祈ってくださったのであります。そこにいたローマの兵隊たち、彼らは死刑囚が残した遺品を自分たちが受け取ることができるという特権が与えられていましたので、今回俺は上着をもらう、下着をもらう、サンダルをもらう、または頭にかぶる頭巾をもらうというふうに分けていたんですが、イエス様には一枚綴りの立派な衣があったんですね。これは切ってしまったら値が下がるから、誰がもらうかくじを引こうということでくじを引いていたというふうに書かれている。まさか自分のために祈られているとも知らず、そのように行っていたローマ兵の姿がここに描かれています。この兵士たちもイエス様を罵りました。そこを通り過ぎていった者たちもイエス・キリストを罵りました。そしてイエス・キリストを十字架刑に至らしめた宗教指導者たちもイエス様を罵った。そのことがマルコの福音書15章32節に書かれています。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。彼らはお前がキリストならそこから降りてこい、できるはずだろう、そしてそうしたら俺たちはお前がキリストであることを信じてやる、このように言ったわけです。イエス・キリストは十字架から降りることができたでしょうか。もちろんできました。しかしもし降りたならば、私たちの救いの御業はそこで終わってしまったわけですね。イエス・キリストが十字架につけられる前に苦味を混ぜたブドウ酒、またはもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを飲まなかったという記述が書かれています。あれは何でしょうか。あれは実はせめてもの憐れみ、鎮痛剤なんですね。ところがこれを飲むと意識が朦朧としてしまう。意識が朦朧としてしまって間違った言葉を発したり間違った行動をしてはいけないから、イエス様はそれを飲まなかった。つまり十字架の痛みを万度に引き受けてくださった。ですから降りてきたら信じてやるぞというふうに挑発されたけれども、イエス・キリストは決してあの十字架から降りることはなかった。つまりこの方は十字架から降りることによってご自身がキリストであるということを証明されたのではなく、最後まで降りないで救いの御業を達成することによってご自身がキリストであるということを証明してくださったということなんですね。マルコ15章の32節の後半にこう書かれています。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。つまりイエス様の両側につけられた二人の犯罪人たちも、お前がキリストならそこから降りてきて俺たちも救えというふうに罵っていたというんですね。他の福音書にはそのことしか書かれていないんですが、ルカだけその続きを書いてくれています。23章の39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。
そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。つまり最初は2人でイエス・キリストを罵っていたんだけれども、なぜか1人の心が途中で変えられたということがこのルカには書かれているわけですね。1人は自分の罪を認めました。俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だというふうに認めた。そしてイエス・キリストには罪がないということも認めた。この方は悪いことは何もしていない。さらにイエス様を御国の王と認めた。だからあなたが御国に入られる時には、ずうずうしいお願いだとは思いますけども、私を思い出していただけませんかというふうに彼はイエス様にお願いしたんですね。なぜ最初はもう一人と一緒になってイエス様を罵っていたこの男が途中で心が変えられたのでしょうか。唯一考えられることは、あの十字架上の第一の言葉、つまり父よ彼らをお許しくださいというあの許しの祈りを聞いた結果であるとしか考えられません。自分も今同じ苦しみを味わっているからわかる。この苦しみの中で口から出てくる言葉といえば呪いの言葉しかないんだけれども、この方は許しを祈った。これは人間にはできない。この方はご自身が主張する通りのメシアであられるんだということを彼は十字架上であと数時間で死なんとするときに認めることができたわけですね。さあ、この罪人のお願いに対してイエスはどのようにお答えになったか、これが十字架上の第二の言葉であります。43節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんと愛に満ちた言葉でありましょうか。このギリギリのところで悔い改めてイエス・キリストを信じたこの犯罪人に対して、あなたは今日私と共にパラダイスに行くと約束をしてくださった。あの日ゴルゴダの丘に3本の十字架が立ったと申し上げたけれども、この2人の犯罪人はまさに全人類を象徴しているなというふうに思います。片や最後までイエス様を拒絶しながら神の裁きへと落ちていった者、片やイエス・キリストを受け入れてパラダイスへと引き上げられていく者、結局のところ全人類はこの2つに分けられるわけですね。あなたはどちらでしょうか。ぜひとも正しい選択をしていただきたいと思います。そして十字架上の第三の言葉、これはヨハネだけが記してくれています。なぜならば十二使徒の中でヨハネだけが十字架の前まで行った、そこで十字架上のキリストを目撃していたからであります。ヨハネ19章26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。ここに愛する弟子という言葉が出てきます。ヨハネの福音書の中にヨハネという名前は一度も出てきません。ではヨハネは自分のことを表すのにどういう表現を使ったのか、イエスの愛された弟子、こういう表現ですね。本当にセルフイメージの高い人だなと思いますけれども、これは本気で自分はイエスからこんなにも愛されているんだということを実感したゆえに、そのような表現を使っていたわけですね。27節、それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。イエス・キリストはご自分を産んでくれたマリアが目の前にいる、愛する我が子が死刑囚として死んでいくのを目の当たりにしている母親の苦しみを本当に同情したのでしょう。そして自分はこの後地上を離れるんだけれども、この母マリアのお世話をヨハネに頼んだわけですね。
マリアにはイエス以外に子供がいなかったのでしょうか。いました。イエスを産んだ後、それ以降は今度ヨセフとの結婚関係の中で息子を4人、そして娘を最低2人産んだということがマルコの福音書6章3節の記述を通してわかります。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。つまり4人の弟たち、その妹たちと言ってるから最低2人の妹たちがイエス様にはいたんですけれども、残念なことに彼らはこの段階でまだイエス様をメシアと信じていない、ご自身をメシアと信じていない肉の兄弟よりはイエス様を正しく信じているヨハネにマリアのお世話をお願いしたわけですね。さあ、以前お話ししましたけども、このヨハネと兄弟ヤコブはイエス様からボアネルゲっていうあだ名をつけられた者たちです。日本語に訳すと雷の子、つまりものすごく怒りっぽい、そういう人だったんですね。でも私たちはヨハネと聞くと愛の使徒というイメージがとても強いと思います。彼は変えられた。彼が変えられた決定的な要因、それは十字架までついていった。そして十字架上のイエス・キリストを見た、その時には分からなかったけども後で分かった、この苦しみは全人類を救うため、そして私を救うためであったということが分かった。それだけではない、残されていく母親に対する思いやりの姿をヨハネは見た。その結果彼はもともと雷の子と呼ばれるような荒々しい性格であったにもかかわらず愛の使徒へと変えられていったんだなということが分かります。さあ、まとめましょう。今日は十字架上の最初の3時間、午前9時から正午までの3時間に語られた3つの言葉を学びました。その時に人々からのあざけりと罵りのただ中でイエス・キリストの口から出た言葉は全て愛の言葉でありました。第1は、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。許しの祈りですね。第2は、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。永遠の救いへと導く言葉ですね。第3に、女の方ご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です。つまり残された母親に対する思いやりの言葉であります。私たちもたとえ苦しみのただ中にいようとも、私たちの口から出てくるその言葉が許しの言葉であり、救いへと導く言葉であり、思いやりの言葉であるならば、なんと幸いなことかと思います。このイエス様の愛を受け取って歩んでいきたいと思います。それでは後半の3時間の4つの言葉については次回ご一緒に学びたいと思います。ありがとうございました。